お疲れ様でございます。第13週目テクニカルの見通しということで、3月25日から29日までをちょっとお話ししていこうと思いますね。で、29日金曜日は、あの、アメリカと EU 諸国が休場になりますんで、我が日本としてもね、ちょっと休場扱いにしたいと思います。だいたい世界の基軸通貨っていうのが、ドル、ユーロ、そして日本円の3本で語られることが多いわけなんですけども、そのうちドルとユーロが休みですからね、 これは通常のテクニカルが作用しにくいと思いますので、まあこういう時はね、割り切って休んでしまいましょう。ということで、29日金曜日、そして3031日と3連休が明けると、4月の始まり第14週ということを頭に置いといてください。えー、それで、 営業日としてはね、第13週は25から28の4日間ということになります。そんなに難しい週にはならないと思います。そうですね、えー、12週が結構ね、難しかったですから、5つ星ということで、あの本当にね、10年に一度ぐらいの難しさだったと思いますので、お休みをすることをお勧めしましたけども、それに比べるとね、やっぱりね、星3つとか2つとか、あの辺の難易度になりますんで、しっかりと利益をね、取って3月を占めていきましょう。 で、戦略としてはレンジ戦略を取ります。図のように、152円が一つのポイントになりますけども、ここに当たっては、下がっ、あれ、すみません。ここに当たってはね、価格がドンと下がって、で、今度また同じところ、ここに当たってはね、また下がってってことになります。これが二つ目のポイント。そして今三つ目のポイントに達したところですね。三つ目ってのは、この、ボラティリティがちっちゃくなっていって、まあ、要するに、 この三角形ですけどね。この三角形がだんだんちっちゃくなってるでしょ。ということで、こういうふうなアセンディングトライアングルを私たちは思い出すことができますけども、じゃあ上にボーンと抜けるかって言ったらそうでもなくってね。やっぱり周足、今ご覧いただいてますけども、周足ともなるとテクニカルよりもファンダメンタルの方が強く関わってきますんでね。まあこういった形だよっていうことに過ぎないわけですよ。 で、えー、ンジ戦略を取りますんで、その辺はね、4時間とか1時間を見ていただければいいんですけども、上に抜けるか下に抜けるかってことを見抜いていくってことになります。基本的には上に抜けると思いますけども、そうなると、日銀がね、えー、まあ利上げの発表した直後で、財務省が、これはちょっと、 介介入入をするるかもししれなないいねねみたいなことを、ね、やっぱり口先介入してくるわけですよでもその効果もなく、全然円安とてのは止まりませんので、このまま152円に行ってしまう可能性は十分あります。で、152円、153円と進んだところで、まあ、急激なね、あの、円安に向かってるってわけじゃないのと、あとはね、じゃあこの動きを誰が作ったんだっていうと、ま、いろいろと言い訳はするかもしれませんけども、完全に日銀のタイミングミスということでしょうね。 ま、この時点で利上げをするってのはね、あの、あんまり良くない作戦だと思いますし、ただね、日銀だけはまともな経済政策、経済観を持っていただきたかったかなと思います。17年間それを続けてきたんですけども、結局、ここでね、財務省の手こ入れが入って、えー、陥落したってことなんじゃないかなと思います。そうなると、政府、日銀、財務省というね、三本柱が全部、禁縮の、超禁縮に向かって、プライマランス、プライマリーバランスの黒字化とかね、 まあそれから円安主導に入っちゃいましたんで、もう私たちの暮らしは苦しくなる一方だよってことになります。<laughs> 暮らしが苦しくなるなんてね、ちょっとね、厳しいことから始まってますけども、現実なんでしょうがないです。しっかり稼いで、個人的には豊かになっていきましょう。はい。そして今度はデイリーになってきますけども、デイリーの方をね、見ていただきますよ。はい。このように円安が進みましたけども、じゃあさらなるね、円安の加速ってのが起きるのかってことですけども、当面はそう思わないてしょうがないです。ですんで、 レンジオプションを、ね、引くようになります。えっと、とてもじゃないけど日冷やしではレンジオプションは見えませんので、この辺をね、4時間1時間を追っかけて確認していこうと思いますね。で、4時間なんですけども、こんな感じで、レンジオプションで、天井はまあ、ほぼ決まってますけども、下の根がね、こういう風に上昇トレンドを反映して、まさにアセンディングトライアングルみたいな形にもなってきてます。まあ、ですんで、この上のブレイクの可能性が非常に強いんですよ。それを前提に、 4時間1時間を見ていきましょうということになります。特に25日月曜日になりますけども、あの、し用紙が発表になりますね。日銀の政策決定会合。あんまり営業しないと思いますけども、だいたいね、9時半とか10時には、あの、兆候が見られなければ、もうそのままいっちゃいますんで、レンジオプションでスタートしていきましょう。まず第一段階のレンジオプションなんですけども、天井は同じなんですけどもね。で、緩やかに下落トレンドが始まってるんですよ。まあですんで、このヒゲの3本、 こちらを一つの支えにして、こちらの方にね、とラインを引いて、上下70ピップスのレンジオプションで、まずは月曜日25日を見ていきましょう。その後、これが破れて下の方に行くようでしたら、今度はここに新しいレンジ設定をして見ておきましょう。あと、これがブレイクアウトになるのか、レンジオアプションをこの下で組むのか、で、下で行ったものがまた上に行くのかってことを見ていく一週間になります。ね、この形もよく出るでしょ レンジインレンジの次に上のレンジと下のレンジに分けて大きなレンジっていうふうな見方です。で、上に抜ければ抜けたで簡単です。抜けたのを確認してブレイクアウトを倍でかけていくってことになりますからね。えこれは月曜日、あの朝9時ぐらいからこの上のブレイクってのは意識しておきましょう。そのためにはこの動きの動きがね、こういうふうに上に行くっていう前提がありますんで、結局はレンジオプションの上の方っていうことになりますけどね。はい。じゃあ以上でございます。頑張っていきましょう。